YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、エビシです。本日はダークソウル3全ボス動画撮っていきたいと思います。 Twitter の方でエビシさんの全ボス動画見てみたいというリクエストがありましたので、ちょっとやってみようかなと思います。 Yes. 動画にするのは初めてなので、ムービーもね、飛ばさず見ていこうかなと。そうさね、と。Where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, 何背負ってるんですかね、これ。Pilgrims discover the truth of the old words. 予言の意味を知るのさ。The fire fades. さ、火は限り。王たちに玉座なし。かっこいいですね。もうキプレイの人ばっかりだと思ってやっていくので、特にネタバレに配慮はねしないでやっていきます。巡礼者さん結構ね、後でボスじゃないわ、雑魚として出てくるんですけど、まあまあ強いですよね。古い魔鬼の王たちが呼び起こされるだ。ワンでもね、鐘が鳴ってたのね。オールドリッチ、エルドリッチね。どこがボスってなりますよね。うねうね、ここにボスがいるみたいな。スーパーネタバレ。これ全員敵っていうね、感謝たち。かっこいい。4人いるんだよな。あ、5人か。5人もいる。ヨーム・ザ・ジャイアントかな。おお、かっこいい。ヨーム・ザ・ジャイアント、ヨーム・ザ・ジャイアント。そう、Only in truth, the lords will abandon their thrones. 初めて見たときね、実写かと思ったよね、ここ。すご、綺麗だな、やっぱり。And the unkindled will rise.名もなく負けにもなれなんだ、呪われた節。だからこそ、これはあれか、ラスボスですね、ムーベイの。では、名前はエビスで、あえてね、騎士でいきましょう。で、生命の指輪持って、顔つきは、元からね、作ってある、私が作ってある、可愛い女の子で始めます。鐘が鳴って呼び起こされる、私が来ます。久しぶりにここのムービー見るな。よいしょ。かっこいいですね。よし、じゃあここね、チュートリアルいっぱい書いてるんでね、はい、初見の人はね読んでください。私は初見じゃないので普通にやっていきます。読まないです、ね、よーし。でここに、ここにエストの配便あるんでね、エストの配便を取りましょう。エストの配便取らないとソウルの強化ができなくなるんですね。エストビンプラス1とかね、それがなくなるんですよ。よいしょ。取るの忘れるやつおるってね、思うんですけど、取るの忘れたことね、あるんですね。あるんですよ。
ほんとね、その時に知りましたね。あ、強化できないんだって。はい、ボーマンやり、はい、ここでね、一番最初のよいしょ焚き火あります。で、座るとね、休息もらえます。ここじゃなくてもいいんですけど初めて座ったとこで休息もらえます。無印と違ってダークソウル3は座らなくてもかがり火に触れるだけでセーブできたことになってるので、無印だと座らないとね、死んだ時かかったことになってないじゃないですか。でもそれはね、3だと触るだけでいいので頑張って連打します。はい、で、ここによいしょ、最初のねボスがねいますね。よいしょ、抜いてで1、2、3、4回ぐらいたまって適当に久しぶりに戦うけどいけるかな。まあ、この人ね、先端の方だったらパリ取れるんですけど、まあ慣れてないと普通にパリ失敗してね食らうんで、こうやって右回りでねやった方が安定するんですね。で、HP が半分になってくるとこの大きくなるんですよ。で、最初に黒火炎壺をもらっていたら、ここの人に投げると結構ね、大ダメージ食らわせて結構楽なんですよね。ダークソウル無印でもそうなんですけど、黒火炎壺って結構最初のボスに有効やったりしますよね。はい、これで羅刹の剣だったっけな、ちょっと漢字読めなかったんですけど、はい、で OK です。はい、ボンファイアリットということでね。あー、緊張した。普通に喋りながらなんかちょっとなんか解説っぽくねやってるんで、それでさ、ここで死んだらさ恥ずかしいよね、なんかえ死ぬんかいみたいな感じでね別に、でもあれですよね、軍団ね強いんで、最初の初見プレイとかでね詰まってる人とかね、いや全然強いよね。私初めてやった時ね、多分負けたよ1回目、普通にね多分死んだ気がします。後半がね結構ね強いんだよね。当たり判定よくわかんない。で、ここにカボタンがいるんで話しかけてみましょう。はいはいはい、はい、というわけで、ね、ここでレベルアップしてくるんですね。はい、で、ここに剣をね刺すとこがあるんで、一回ここに刺してよいしょ。はい、ここで採取場完成です。で、ここに青ニートね、青くない青ニートさんがいます。で、話しかけるとへたり込みもらいます。ジェスチャーもねたくさんあると面白いので、はい、ここがねアンドレイさんですね。はい、で、エストビン振り分け、私今騎士なんで、はい、青いらないんでね。で、その後にでもう一回話しかけると、あれちょっと待って、エイエイオーがもらえるんだけどなエイエイオーがもらえないな、なんでだろう。はい、か、はい、ここにいるのがお店屋さんですね。位牌とか渡すともらえるものが増えます。ついでに祭祀場の周りも探検するか。よいしょ、はい、ここにねいるのが達人さんです。でも結構強いんで、あっ、はい、もらえた
なんでやろう、なんかラグがあるんかな。2回話すとね、もらえるんです。よかった、嘘じゃない。嘘つきになっちゃった、危ないな。紅茶強いのでね。いや、うまく決まってよかった。結構何回もやり直しました。よいしょ。この辺のアイテムもちょっと探索しとこう。なんか3周目とかだったら、あの指輪がね、あの落ちてたりするんで、あの周回した時も周りをねうろうろ見てみるといいと思います。確かここに、ここじゃないかな、ここにあったと思う。周回すれば。はあ、上がれた。よし。これはあの塔の鍵を使わないでいく方法なんですけど、まあ、コツは経路里でジャンプすることですね。まあ真似しなくていいんですけど。まあこういうのもあるよ程度でね。よいしょ。まあ、ここに行くと早い段階でね、ピピポコポコできたりします。よいしょ。で、イストのかけらもゲットします。ここでロスへ行く、行ってくださいって言われるんですけど、一旦レベル上げします。一応ね、医療と筋肉15にしておきましょう。特にどういう風にやっていくかみたいなのは考えてないんですけど、まあ筋力があれば使える武器多いかなということでね。はい、でさっき1個もらったので、1個ね、悪いことして取ったので強化していきます。で、強化した後はあの座ってから反映なんでね、4か5になるので。というわけで、ロスリックの宝壁、高壁、なんて読むかわかんないですけど、やっていきます。はい、着いた。はい、1時間ぐらいの雑談ソウルみたいな、そういうのが見たいみたいな感じだったんですけど、結構ね、黙ってやってしまう、黙々と取り組んでしまう、集中してしまう、これがねダークソウル3のいいところですね。かっこいいですね。私騎士ってあんまり確か選んだことないんですけど、あれですね、初期装備すごいなんか防御力高そうですね。はい、ルスリック攻壁かがり火かがったので攻略していきます。まあだいたいぼちぼち拾いながら、出て出て出て、マックスター取れた。なぜ、ね、あの人がね起こすと結構全員こっち来て、初見プレイだと大変っていうね。で、よいしょ。まったりなんか喋ってたら普通に敵に囲まれるから、やっぱ走んないとダメですよ。そうで、あの待ってると、あれ、ならんかな、ぐにゃぐにゃならない、嘘でした、すみませんでした。あお、わお、わお、わお、よいしょ。
降りるとここに祭りがあるので取ります。後でボスに使ったりね、結構便利なんで取ります。はい、降ります。降りてソウル取って、でここがちょっとよいしょ、よ、うわー残り違う、ちょっと飛んで、あーダメだあそこにあるあのクリーム王が欲しかったんですけど3つ間違えました。取れたー、飲んだ次に今度取るかよし、耐えろ耐えろ耐えろ、死んだまあいいのよ、取れたから私の勝ちよ。さあ戻りましょう。ソウルの被ダメージってめちゃくちゃ痛いですよね。クリーモアは筋力16なのでまだ持てないということでね、次のボス倒したぐらいでレベル上げて使おうかなと。私癖でいつもこっちから行っちゃうんですけど、こうねこうやって行っちゃうんですけど、普通にまっすぐ行ってもねいいんですよ、いいんですけど、松ヤニがねあのルートじゃないと取れないんですよ。だからあっちから行くんですけど、よし。でここはあのドラゴンさんがめちゃくちゃ火吹いてくるので痛いですね。一応縦受けしたらいいんですね、騎士はね。うおっ、痛い。でも呪術師とか魔法使いの人ってどうやって行くんですかね。そもそも初見でスーッて行くしかないのかな。あでも魔法使いの人も盾は持てるか。よいしょ、飲んで、ああ上手に乗れた。でここ結構ね難しくて、ここもねロスリック騎士くんがね来るし、なんならこう塞がれるんで、頑張って行くしかないっていうね、はい、で上にかがり火があるのでかがります。だいたいここね敵ついてきてるんでつかないんですよ。ああ最悪ですねこれ、めっちゃいる、めっちゃいるめっちゃいる。とりあえず倒して、危ない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 。ロスリック騎士はもう基本的にバックスタ狙った方がいいと思います。パリーも取れるんですけど、パリーも取れるんですけどね、取れなかった時の結構痛いんですよ、取れなかった時の剣がね、痛い痛い痛い、よっよっはいはいはいよくどんだけ時間かかるんだよこいつにって、はい、あ取れた、よしこうやってパリとかね、バックスタブに固執して死んでいくんですよはいはい、スタミナ管理ね大変です。最初レベル低いから、よいしょ、パリ取れるかな、あやばい、やめましょうやめましょう、危ない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 、今日あエストない、エストないので慎重に行こう、慎重に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 、危ない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 、もうマジで危ないですこれは。いやー負けたー
しいっすね。やっぱロス一騎士強いですね、序盤の。行こう。負けるんかいっていうね。そこ動画にするんかいってね、みんな思ったと思うんですけど。まあ、なんかサクサクプレイ動画とかじゃないからいいかなっていうね。あ、やばい。出勤した。ありがとう。助かる。危ない。わーい。なかなか運がいい感じの。あー、無理だった。危ない危ない。この盗賊さん強いよね。いやシールドバッシュ強いよね。はたき落とすみたいな。よいしょ。あー、勝てた。なんか落としなさいよ。くれないのかい。はい。あー、よかった。でここで座ってね、休憩しましょうと。んで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 、じゃあかけら取って、で序盤の武器をね強くするために必要なんでね。よし、続き攻略していくぜ。ここの火炎壺も取っておいて、危ない。いつもだったら飛ばすけど、下も降りるか。飛ばすというか降りないんだけど。危ない。こういうの強いんだよな。頼んで。で、ここは敵さんがいいタイミングで炎上させてくるので気をつけてください。死んだことあります、結構何回も。わーっていくと死にます。で、武器があって、敵さんがいて、ここに NPC がいます。鍵がなかった。後でまた来るね。この人強いから、危ない危ない。あう、強いからあれでやった方がいいです。
外した火炎壺で。取れた取れた。よいしょ。で、開いた。どっちから行こうかな。よっ。今アイテムを極力取ってほしい的なことを書いていたと思うので。歩こうかな。よいしょ。かわいそうな人がいるんですけど。よいしょ。ここはね、お城だからね、盗賊だらけでね、大変ですよね、最初行くとき。あ、で、ここであの槍のオルスリク騎士がいるんで。あぶっ。私、槍のオルスリク騎士苦手なんだよ。いろいろロスリク騎士いると思うんですけど、なんか槍が一番パリ取りづらいんですよね。で、この HP をね、HP じゃない、スタミナをいっぱい奪ってくる、このシールドをガガガってやってくる、この攻撃ね、強すぎる、強すぎるんです。 OK。 んで、ちょっと道があるんです。緑化草をもらって、けん、ブロソ、ブロソも結構強いですよね。序盤で使う人いると思う。結構。で、あー痛い。で、ここがカイトシールド。よし。で、この下なんですけど、ここが強いんですよね。めちゃくちゃ敵強いんですよ。しかも多いの。だからちょっとずつね、釣りたいと思います。縦構えてなかった。犬は一回縦受けして、反撃するといいです。結構犬一匹いたら二匹三匹ね、いると思った方がいい。このダークソウルっていうゲームは。一回縦受けして状況を判断するんです私のやり方ですけどね。私のやり方は一回縦受けします。危ない危ない。スタミナ管理 OK。 はあ、スタミナがね大事で、スタミナエスト。ここにエストのかけらあります。
で、よいしょ、さっきのおじいさんの銅の鍵はここにあるんで、取れたらどうしようかな。ショートカット開けようかな。ここのねショートカット開けます。エストがないのでね、かがりたいですね、早く帰って。はい、よいしょ。んで、この扉を開けて、開けたらもう勝ちです。開けたら勝ちです。もうあの敵めちゃくちゃびっくりしない。もうすぐそこなんで、はい、すぐそこなんですけど、犬がねめちゃくちゃワープしてくる。で、あ、こっち後で行くか。後で行こう。よいしょ。犬めちゃくちゃワープしてくるんです、ここ。まあ、どこもそうですけど、カメラ引っ張るし、めちゃくちゃワープしてくるんで、やばいですね、これ。ほら、ほら。はい。はい、はい。本当にね、うわ犬だ切らなきゃってねやると死ぬんですよ、このゲーム。はい、あっちの方っていうのはここね、ここ別に来なくていいんですけど、なんか一応ね、あ、そう、ここの人だよ、大きくね、なもんでした。よいしょ。丁寧にやってる。丁寧、丁寧、丁寧、ダークソウル。よし。じゃあ、塔の鍵ゲットしたので、あ、牢の鍵か。牢の鍵ゲットしたので、助けに行こう、NPC を。助けて。はい。No, no, you're not remarkable. Below the not the home of an old ザロレッタの指輪をね。I'm not as I'll be sure. What do you say? Very well. I am. 聞いてあげます。グリーンラットさんです。ありがとう。まあ、つけるものないので、もらった指輪をね、つけます。ありがとう。エストのかけら取って、ローの鍵取ったので、もう、いいかなって感じですね。私、あ、でもどうですかね。まあ、見るとこまだまだいっぱいあるんですけどね。これどこまでやろうかな。丁寧さ加減、ちょっとわかんない。ここまでやろうか。生きてたー。よし。
そしてここが結構強い敵いっぱいいるぞ。で、お話します。Allow me to speak frankly. You, they have left to their head for. はい、ここで旗もらいます。で、青木をもらいます。青木をつけてると制約ね、できます。で、ここに赤目のめっちゃ強い人いるんですけど。なかなかね、強いんで。初見プレイとかでね、結構ね、死ぬの、返り討ちです、あれ。っていうね。私も、あんまり戦わないかな。赤目からパリ取れるとね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよね。私はね。だから、たまに戦いたくなってやるんですけど、なんか強くなった気がするじゃないですか。よいしょ。で、こっち側か。いつもだとそのままボス行っちゃうんですけど、内側も探索する。ルッツェルンゲットしました。ルッツェルンって使ったことないな。ルッツェルン、大体私はあれですね、ローンソとかクレイモア使ってやってますね。この辺もうろうろ見とこう。確か何もなかったはず。よし、何もない。で、ここに、その前に松屋に装備しとくか。で、ここでムービー入ります。開けて旗をね、掲げたいんですけど、背中に霊気を感じて振り返るとボスがいると。はい、門番なのかな。軍太ですね。軍太じゃねえ。ボルトさん。なんでもボス軍だって。HP 半分になるとこういう攻撃してくるんで、ワンテンポ置いて前ロリしてやると結構安定して倒せます。その後は冷たいブレス吐くので、そのブレス吐いてる間に切ってあげるとなかなかいいですね。で、こう扉ゆっくり開くんで、悠長にかがって、はい、普通に帰っちゃえば大丈夫です。そのまま空いてるんで、ね。で、今回は別に RTA してるわけじゃないので、一回ね、再始場に戻って助けた NPC の会話でも進めようかなと。よいしょ、いた。こんにちは。無事だったかね。
さあ行ってくれよということでね、グレイラットさんはここの定位置でアイテムをね売ってくれるようになります。ロングソード。クレイモア使おうかな。レベル上げて。筋力を上げて。これ振ってみるか。あ、なんか長いんだこれ、リーチが結構ね。へえ。おお、結構強そうですね、はい、私はクレームは好きなんで。よいしょ、クレームは使おう。クレームは結構あの持った時の走り方が結構好きなんですよね。あ、でも重たくなってる。あ、 70% 超えてるわ。そういう時は腕を外してケイロリと。パート1はここで終了。またね。